みんな、おはよう。おはようございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。で、みんなに一つ連絡なんだけど、今日、新しい子が一人入ってきます。で、中国人のリーさんっていう人。リーさん、女の子ですか？女の子です。じゃあ、嬉しい。だから、新しい子なので、怖がらせ方とか楽屋の使い方とか教えてあげてください。はい、はい、あとこれ、新しい子に B さんに渡してあげて。あ、わかりました、渡しときます。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。よかったね。よかった、やっと女の子入ってきた。かわいいかね。またそうやってすぐ狙うんだから。すいません。中国人って言ってたよね。うん、ね、そうだそうだ。日本語喋れんのかな。大変かもね。まあでも怖がらせるだけだからね。大丈夫。びっくりした。あ、もしかしてリーさん。はじめまして。お願いします。あ、まゆこです。小太郎です。コウタです。お願いします。あ、でも俺さえ手汚れてるな。このメイクとかしてたね。めっちゃいいっすね、その衣装、メイクも。クオリティ高い。なんだけど、あれなんですよ、去年まではその現代系だったんですけど、今年からちょっと昔っぽい感じで、みんな浴衣なんですよね。あ、でも全然貸せるんで、後で好きなの選んじゃってください。あ、メイクも自分の絵でやってきたんですか？え、すごい。でも、クオリティ高いね。高い。でも、ただ、ここでもうできちゃうんで、すっぴんできちゃった方が楽ですよ。あと、血がないんで、これ、後で一緒に使いましょう。ここに置いておくんで。あ、どうぞどうぞ座ってください。いや、嬉しい。これ、行くときに頭の上につけちゃってください。置いておきますね。あ、でも、全然後ででいいですよ。着替え終わった後で。どうぞ、好きに使ってください。めっちゃ可愛いやん。ねえ。ねえ、狙っちゃダメだよ。かわってねえよ。やっぱ日本語喋れないのかな。喋れない感じだよね。だから私たちがリードすればいいか。そうしようね。いや、今年の夏楽しくなりそうだね。ねえ。かけんだ。あ、怖がらせ方を教えないと。あ、そうじゃん。リーさん、驚かせ方を教えるね。リーさんのポジションってどこだっけ？あ、あれだよ。最後の井戸の中。あ、そっか。からこう。井戸の中か。ふわーってて。あ、そうか、そうか。井戸の中にこうやって隠れて待ってて、なんかちょっとなんていうの、怖がらせる音みたいなの出さないといけなくて、わーみたいな、そうそうそう、なんかおーみたいな感じで、ちょっとわー、そうそういう感じでやってみて。一回やってみて。怖い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 。いいかもしれない。あ、いいかも。それでいこう。もう一回、いや、もう一回言ってて。OK。リーさん、OK。リーさん、OK。怖い。やば。じゃあもう、大丈夫。座ってよ。歩き方もいい感じ。じゃあ、本番もよろしくね。やっばーやっばてかキャラ怖いハリウッド映画かと思った。海外やばー。いや、教える必要なかったよね。ないてかもう、リーさん入ってよかったね。よかったね。こんにちは。あ、新しく入りました、リーです。お願いします。ここはお化け屋敷のお化けの楽屋になっていまして、お客様の入り口はあちらです。社長さんがここで準備するように言われたので
来ました、リーです。いや、でも、リーさんはもうこちらにいらっしゃるんで。私の席ここですかね。あ、ちょっと、あ、待って、リーさんの席なんですか。リーさんが。リーです。リーさんやめて。やめて。これつければいいですか。やめ。でも今日これリーさんの名前。リーさん、どう？リーです。あ、これ難しいですね。同姓同姓。あ、兄弟か。あ、親戚。お姉様ですか。でもあれちょうどいいですね。あの女二人、男二人の四人でも頑張っていきましょう。四人。これあ。あ、これが血ですか。こんなこれで。お化け屋敷で働くのは楽しいですよね。わーってこういっぱいいっぱい驚かして楽しい夏休みにしましょうね。皆さん4人で力を合わせて頑張りましょう。今食べたいのはですね、あの天丼です。牛丼の次は天丼に行って、最後にやっぱり親子、お蕎麦屋さんの親子丼が美味しいって社長さんが言ってたので、ちょっといいお蕎麦屋さんの親子丼を食べたいです。なんでお蕎麦屋さん行って親子丼なのってなったんですけどね。でもやっぱお蕎麦屋さんの親子丼が美味しいって社長さんがうるさいもんで、それを食べるしかないですよね。食べたことあります？皆さん、あのテーマ、くれよな。